官房長官に提言を出されたということですけれども、はいはい、改めまして提言のポイントとですね、はい、長官からの返事を教えてください。はい、本日ですね、いわゆる骨太に向けた公明党の提言をですね、重点版そして全体版と両方をお渡しをいたしました。私からは主に特に重点版につきましてですね、まあ、174項目あるわけでございますが、その中でもそのポイントをですね、説明させていただいた次第でございます。まあ、長官からはですね、しっかりと受け止めさせていただきましたと、この政府にあってですね、それを踏まえてですね、作業を進めてまいりたいと、しっかりと対応してまいりたいと、まあ、こういうお話でありました。以上です。各社さん、ありがとうございます。NHK です。はい、会長の方から伝えられたポイント、特にどこを重視してお伝えになったかお願いします。はい、たくさんあるんですけどね。特にっていうか、特にもたくさんあるんですけどね。まあ、コロナでは日本版 CDC の創設から、まあ、新しい資本主義に関わるところでは人への投資、賃上げですね、それから女性デジタル人材育成、それから、まあ、グリーンイノベーションですね、なんといってもね、まあ、20兆円基金のお話もありますし、まあ、我が党としてはグリーンイノベーション基金2兆円を提唱した立場としてしっかりとバックアップしていきたいということを申し上げました。グリーン GDP の話もしました。それからデジタル化のところではマイナンバーカード機能の充実、これ大事だということです。それから科学技術イノベーションでは博士課程学生など若手研究者への支援が大事だと、若手研究者、10兆円ファンドとありますけれどもね、特にその中でも若手研究者の支援で、女性研究者の活躍、これをサポートするすべしと。それから地方創生のところでは、やはり会津若松市に見られるような、やはりデジタル田園都市、こういうものを作っていくべきと、新たな GoTo トラベル事業もぜひ復活してもらいたいと。農林水産業ではスマート農業、スマート農林水産業、大事です。子育て関連ではですね、子ども関連予算の大幅な拡充、それから、まあ、出産育児一時金の前進法と、それから結婚妊娠出産から、高等教育までの段階的な支援の充実ですね。それと同じことでありますが、今回は特に大学生等の奨学金負担軽減ですね、所得連動型返還奨学金、それから教育の無償化では多子世帯や、それから、理工系農系学部へのこの授業料の減免の拡充ですね、そういうことですね。新たな支援枠の創設、これはこれまで公明党がずっと言ってきたことでありますので、ぜひとも実現してもらいたいということを言いました。社会保障では認知症の方々に対する支援、アンケートですごく多かったんですね、これものすごく 60% を超えます。それからその他社会保障分野では、やはり医療介護福祉分野における ICT、AI、ロボットの推進、これ大事だということであります。それから防災減災のところでは、やはり5カ年加速化対策の計画的な実施、それからやはり巨大地震等も想定されますので、機能分散型の国土の形成ですね。そして東日本大震災からの復興支援、それから平和のところではですね、 SDGs を羅針盤にした国際貢献、それから我が国の切れ目のない安全保障体制の構築、といったところを強調して申し上げました。追加で2点伺いたいんですけど、はい、松野官房長官から、はい、特出しで、はい、このテーマについて回答みたいな形で、それはありません。はい、すべてしっかりと受け止めて、できる限り政府の骨太方針に反映できるようにいたしますということでありました。ウクライナ情勢も踏まえた、はい、提言かと思うんですけれども、はい、まあ、社会のあり方というか骨太ですから、はい、まあ、どういうその、はい、
ところを組んでほしいと思っていらっしゃるか、政府もまた期待することをお願いします。はい、やはりウクライナの、ね、情勢というものがありますので、まあ、安全保障体制をですね、やはり隙間のない安全保障体制を構築するということだと思うし、それからそれに伴う経済のね、やはり、不透明化がありますのでね、やはり賃上げですね、賃上げが非常に大事だと、持続的な賃上げができるようにしてもらいたいということが一つと、そして脱炭素化ですね、やはり何といってもクリーンエネルギー、これがやはり日本の安全保障にも関わると、化石燃料からですねクリーンエネルギーへと、そして、最後はデジタル化、これをさらに推進することによってですね、生産性を上げてですね、そして、地方までも含めてですね、この生活向上につなげていってもらいたい、まあ、こういったところですかね。はい、すみません、日経新聞の中村です。はい、参院選も迫っておりますけれども、はい、今回の骨太の提言、どういったところを参院選の重点政策、まあ、公約につなげていきたいのかというところをお伺いできればと思います。はい、今申し上げたような点であります。毎日です。はい、安全保障防衛費に関しては真に必要な額を予算措置するということで、はい、まあ、具体的な数字とは明記されていないと思います。はい、改めてその趣旨を教えてください。どうして明記されなかったのか。はい、当然こういう安全保障環境の、激変でありますんでね、隙間のない、安全保障体制を構築することが重要であると思っております。まあ、そういう意味で防衛力を強化する必要があると、そして日米同盟を基軸としてですね、抑止力を向上していく必要があると、まあ、こういう基本認識であります。まあ、防衛費につきましてはですね、まあ、今後参議院選挙後にですね、まあ、両党政府でですねしっかりと協議をしていくと、まあ、こういう姿勢であります。テレビ朝日の杉本です。GoTo の事業再開ということについて、はいはい、長官から何か言及はありましたか。その通りだということであります。はい、時事通信の宮根です。はい、防衛費について確認なんですけど、はい、長官との間ではことではやり取りはされてないという。してないですね。はい、私からそういう今申し上げたような認識を述べたということであります。はい、改めてになるんですけれども、はい、岸田総理が日米首脳会談で、はい、防衛費の相当な増額を表明されたことについて、はいはい、どう評価されているか、見解をお伺いできればと思います。はい、まあ、当然の認識だと思いますし、それは私としてもですね、重く受け止めておるところであります。また日本国民全体の共通認識に近いのではないかなというふうに思うんですね。やはり隙間のないこの防衛体制を作っていくと、隙のないですね安全保障体制を構築していくということが非常に重要であるということは論を待ちません。公明党もしっかりと対応していきたいというふうに思っております。久しぶりのです。はい、このため確認なんですが、防衛費についてその真に必要な額を確保というのは増額を想定してこのように提言されているという理解でよろしいですか。そうですね、当然増額はもう不可避だというふうに思います。ということですね。はい、読売新聞の前です。はい、補正予算の審議に臨む姿勢について改めてお聞かせいただけますでしょうか。補正予算につきましては今申し上げたようなことの認識の上にですね、まあ審議に臨んでいきたいと思っております。まあ補正予算ですが引き予備費とかですね、そういうことをベースとしてですね、そしてその上で今後の在り方というものを問うということでございます。まあ、以上です。はい、提言に戻ってしまうんですけど、はい、提言を行ったことで政府にどのような反映することを期待したいか、期待感とその思いを聞かせていただきます。はい、まあ我々相当政府と共通認識を持っていると思っておりますので、まあ、かなりの部分がですね、まあ、反映されるのではないかなというふうに期待しております。はい、すいません、共同通信ですが、はい、昨日ですね、中国とロシアの核兵器が、はい、日本周辺に、はいはい、
さらに今日は北朝鮮がミサイルを発射して、はいはいはい、安全保障を厳しくしましてますけど、はい、政調会長の受け止めをお願いします。はい、本当にですね、まあ、国際会議をですね、日本で行っていると、クアッドですよね、昨日はその場合は日米首脳会談ということでありました。まあ、そういう時期にですね、やはり、まあウクライナ侵略をしているロシアとですね、このデモンストレーションをされる、自意的なですね、行動されるということは大変いかがなものかというふうに思いますね。他は大丈夫でしょうか。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。